ここを曲がると、お、あれだな、志摩マリンランド。うお、大きなマンボウだな。これ、どういう重心になっているんだ？頭側が軽いのか？ふむ、思ったより車の入りは多いな。私と同じ考えなのか。残り限られた時間で、訪れたい人は多いだろうな。近鉄リゾート、志摩スペイン村もこれだったな。施設の老朽化で、維持が困難なことが営業休止の理由らしいが、このご時世だし、さらに来園者も減っているんだろうな。入場したぞ。早速何かがいるようだ。ペンギンか。首動かして可愛いな。何か泣いているな。腹が減ったのか？寒くてものびのび泳ぐんだな。さすがペンギンだ。さて、水族館を見ていくか。長い鼻だな。鼻？口か？おお、こうやって小魚を食べるんだな。こっちはカブトガニか。はは、そこは当選簿しているぞ。お、諦めたか。これでもちゃんと考えているんだな。おお、これぞ水族館だな。青い水の中泳ぐ鮮やかな魚。癒されるな。コバンザメか。綺麗に張り付いているな。動かないな。気づかれないようにじっとしているんだな。生き物の中でもクラゲは不思議だな。このふわふわ漂う動き、他の生物では見られないもんな。ミズクラゲは、泳ぎ出すようになってから1年で寿命を迎えるらしい。このクラゲたちも精一杯生きているんだな。クラゲについての体験談。何匹に刺されたんだ。これは、ああ、何か既視感があると思ったら、夜更かしで取り上げられていたな。天気でも結構痛そうだがな。実際に触れる体験コーナーにやってきたぞ。ドクターフィッシュか。今まで体験したことないんだよな。ちょっとやってみるか。おお、すごい勢いで寄ってくる。ちょ、あ、くすぐった。ん、あう、ん。お、思ったより刺激的だったな。ここは、
大きな水槽だな。円周状になっているのか。魚が泳いで回っているな。ぐるっと回るか。しかしこう見ると魚のスピードって速いんだな。水流があるのかもしれないが、これで常に泳ぎ続けるわけだからな。いよいよマンボウ館にやってきたぞ。一匹や二匹ぐらいかと思ったが、結構いるものだな。うるさいな。マンボウもなかなか独特の形をしているよな。上と下に大きなヒレがあって、同じ方向に交互に振って前へ進む、と。尾びれで方向転換をする？意外と器用だな。おお、こんな近くにまで。正面から見ると変な顔しているよな。マンボウ以外にもいるんだな。こいつはいかついな。プクー。いやー、久々の水族館、大満足だ。生き物を観察するっていいよな。お、展望台か。寄っていくか。雨降ってたからびしょびしょだな。これが、アゴワンか。あの浮かんでいるものが、真珠を育てているイカダだな。鳥羽駅でも真珠が売っていたが、この一帯で盛んなんだな。値段は、さすが宝石といったところだったが。まあそれだけ苦労しているということだからな。あっちが出口。土産物に食事もあるのか。それじゃ、もうここで食べていくかな。カキ、冬限定なんだな。これにするか。手こね寿司もついてくるしな。ドリンクバーついてくるのはお得な気分だな。値段自体は高いが。よし、マリンランドの次は駅の反対側に行ってみよう。しかし、朝の天気から嘘のように晴れたな。ほう、こっちは海辺の終着駅の雰囲気だな。宇都宮、三浦海岸に近いものを感じる。鉄道グッズだと、ちょっと見ていくか。行き先、掃除板やヘッドマークらしきものが売っていたが、やはりいい値段だったな。だが、良さげなキーホルダーを買ってきたぞ。まだ売っているのが気になって、この駅にした。
海沿いを歩いてみるか。やはり海岸散歩は青空に限るな。やたらシャッターが目立つが、平日だからか？それとも、料理屋の看板。残酷料理ってなんだ？港のようだな。この辺り、真珠港駅があった場所らしいが、今はもう普通の港みたいだな。この場所まで鉄道で資材を運んでいたと。ふむ。おっと、そろそろ戻るか。帰りの電車が出てしまう。おお、島風が並んでいる。いやー、ラッキーだな。この時間帯だもんな。島風、未だに乗れていないんだよな。今度はどこか泊まりで、大阪名古屋までゆっくり乗りたいものだな。マリンランドは一旦なくなってしまうが、それでも島はまだまだ魅力ある場所だ。また来ないとな。かしこ島。